令和5年5月1日現在、三重県には道の駅が18カ所あります。今回の動画はその18カ所の道の駅を1日でどれだけ回れるか走ってみました。ただし次のような3つのルールを決めてのチャレンジです。1つ目のルールは通行料は0円であること。これは下道を行くという意味ではありません。紀勢自動車道の紀伊長島インターから熊野大泊インター間は通行料が無料となっています。つまりこの区間は高速道路を利用しても OK とします。2つ目のルールは同じ日に行ったという証明のため各道の駅で日付入りの道の駅切符を購入するです。これにより営業時間に訪れなければいけません。これが大きな足かせになります。チャレンジした日は4月23日でした。この日の各道の駅の営業時間はこのようになっています。早く始まるところは7時からですが、早く閉まるところは16時です。かなり厳しい時間です。最後3つ目のルールは何か1つお土産を購入するです。迷っていると時間だけが経ちます。お店をぐるりと回ってこれと思ったものを買いたいと思います。買ったものは動画内で紹介します。さて何箇所回れるのか、チャレンジのスタートです。最後までお付き合いください。今回最初の道の駅として選んだのは道の駅津川毛です。ここを出発の地にしたのはオープンが7時であること、次に早い時間にオープンする道の駅伊勢志摩に近づけるからです。では道の駅津川毛に到着です。ただいまの時刻6時34分です。7時のオープンと同時に切符を買いに行きたいと思います。道の駅津川毛は国道306号線と国道23号線のバイパス、中西バイパスが交差するところにあります。7年前2016年4月24日にオープンした三重県16番目の道の駅です。オープンして7年経ちますが、今も週末は多くの人が訪れ、駐車場から中西バイパスの信号までは一度で通過できることはほぼありません。いきなりやらかしました。駐車場で動画撮っていたつもりが撮れていませんでした。こんなことがこれからも何回かありそうです。さて道の駅津川毛の道の駅切符ゲットです。そしてお土産は三重大学カレーです。津市に三重大学があるのでこれにしました。では次は南の道の駅を目指します。休日になると伊勢神宮に参拝する車が多いので、それを避けるため早い時間に伊勢を抜けたところにある道の駅伊勢志摩へ行ってしまいたいと思います。では伊勢志摩へ向けてスタートです。まずは今年度中に全線開通しそうな中西バイパスを使って松阪を目指します。
南西バイパスに入ります。伊勢神宮を目指して走ります。電源が抜けて少し飛んでいます。伊勢市に入りました。伊勢インターです。今日は規制のない日なので、遅いとここから渋滞が起きることもあります。ここを左折して県道32号へ抜けます。まだ大丈夫だと思いますが、神宮に近づいて渋滞にはまるわけにはいきません。県道32号、通称伊勢道路を使って国道167号へ向かいます。伊勢インターから第二伊勢道路を使っていくか迷いましたが、今回はこのルートを使います。道の駅伊勢志摩のオープン時刻が9時なので、少し余裕があると思ったからです。さて、オープンまでに到着できるのでしょうか。右手に天の岩戸伝説の地があります。
ここを右折して国道167号に入ります。ここを右折して道の駅伊勢志摩へ入ります。道の駅伊勢志摩に到着です。ただいまの時刻8時31分です。9時の営業開始まで少し休憩します。2000年8月18日にオープンした三重県12番目の道の駅です。隣接して場外馬券場や観光農園があります。2回連続で録画していないとは、というかまだ一度もまともに駐車中に録画していませんね。道の駅伊勢志摩の道の駅切符ゲットです。伊勢志摩のお土産は伊勢志摩サイダーにしました。柚子味のサイダーで美味しいのです。以前、阿吾湾を望む横山展望台のテラスの売店で買いました。その時の動画も見てください。では、次の道の駅へ向かいましょう。次は、来た道を少し戻り、県道16号を通って、国道260号へ進みます。そして、国道260号の終点の交差点横にある、道の駅、紀伊長島マンボウへ向かいます。ここのオープンは8時15分。こちらを先にするか悩んだのですが、この伊勢志摩が少し離れているので、先に来ることにしました。では、道の駅、紀伊長島マンボウへ向かって、スタートです。取り忘れに気づくのが遅く、すでに県道16号線を走っています。南伊勢町に入ります。ここから国道260号線です。この区間の動画もシリーズで上げています。また沿線ストーリーとして地域を深掘りして紹介している動画もあるので見てください。
ここ、橋、掛け替わりました。道の駅紀伊長島マンボウに到着です。到着時刻は10時14分です。道の駅津川毛を出発して3時間が経ちました。今回の動画はここまでにします。今回は離れた道の駅を結んだため移動動画がほとんどでしたが、次回は道の駅が密集している地域を訪れます。このような動画ですが、何箇所行けるかお見逃しなきよう、最後までお付き合いください。この動画が良ければ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。鍋奥省の三重の舗装道でした。またね。